こんにちは。6月7日締め切りの今日はこちらです。がんは正常細胞の中にあるっていうこちらの文章ですけど、これ中学生の講室です。ここに、出てきてるのがこれ上っていう字なんですけど、2つねありますね。ここね形が違いますね。こう一つの中に同じ字を混ぜるときって、2回目の方はね少し崩すんですよ。だからこっちよりもこっちの方が一つ草書に近いっていうか、なんかちょっと行書の中でも、行書もちょっと簡単な方とちょっと複雑な方、複雑な崩し方とっていうのがあって、ちょっとペン持ってきます。はい、すいません、お待たせしまして、バタバタ。もうね10日ですよね、明日はね。やばいですね、忙しくなっちゃって。ゴールデンウィーク明けね、困っちゃいますね。はい、では早速口で説明するより書きながらがいいですね。ちょっと拡大をしましょうか、この辺。はい、それではいきますね。まずがんはっていきます。ひらがなですけど、ひらがなだから小さくてもいいんですけど、これがんって私はみたいなあれじゃないですか、主語。少し分かりやすく大きくっていうのもあるんでしょうね。かからうんに行くところ、ちょっとつながりが見えます。かから、これ点先でもどっちでもいいですね。ただここ運にすぐこういう感じで、今ちょっとつなげちゃいましたけど、こういう順番でもいいですよ。がんは、で復習にはなりますけど、基本的なところでこことここは合うぐらいでいいんですが、ここ結びの下の部分は開けられるようにすっきりとね、これ下で結び作らないようにしましょう。はい、正常細胞のこの辺りが難しいんでしょうね。動きをよく見てください。止まる位置どの辺りなのかっていうところ、1、2、3、4、こういうところね。で、こう、こういうところで終わらないで、スッとこっちに1、2、3、4、4画目終わらずに5画目の頭のところで止まったっていう、こういう動き慣れてください。ここからの上です。1画目で2画目持っていき方が分かりますか？跳ね上がるように1、2、ギュッとして、はい、3で C ですね。でそこから5、6、7で8、こんな感じ。本当はここで止まっちゃいけないんですけど、ちょっとここで説明を加えたいんです。止まるところがなくてね、この字の中心ってここなんですけど、最終的には中心がこちら側にずれるんです、この字ね。前に中学の中とかってこういう字って右側に中心のこれずれるんだよっていうのを習字の時とかでも言ってると思うんです。こちら側が広くなってこっちが狭くなるっていうのが、それの応用のような感じですね。始まりは中心がここにあるのに、最後になるとこっちにずれ込むっていう、これがここにあります。ここ 1、2、3、4、5、6、7、8 で来ましたね。8で次上がって9、下下がっときますよ、ちょっと。で最後こうグワンって来たけど、こっち側結局ほらこっち側にずれたでしょ。10、こんな感じですね。だから今ちょっと大げさに書いたので
だいぶわかりやすいですね。ちょっと表情としてはなんかあんまり美しくないような気もするけど、まあいいでしょう。こんな感じで少しずらしてください。少しでいいですよ。細胞ですね。ちょっと今ねシャーってやっちゃったんですが、正常細胞って塊にしたいのでちょっとここ加えちゃいますね。ジューってやった後こちら側に来ます。こう最後にグーってやった後にこう上にこうちょっと上がっていくような感じで、そういう風にすると本来はこうやってサーってやったらここに隙間ができちゃうようなところを少し節約してるようなね、空間を節約するようなそんなイメージになりますね。でこう来といて1,2,3 だんだん上がっていって、あここ大きいですよね。上がっていくとこういう風に傾斜がねできていきます。でこちらこう来てギュッ、うん、こう来て1,2で閉じて、行書なのでこういうところにすっきりとした空間を持たせましょう。正常細胞ここからの棒です。こう月は細めにしておいて右側を大きく、こちらを大きく描きたいですねって言ってもこんなぐらいで、これがねテロンって落ちたいです。テロンって落ちていく、もっと落ちてもよかったかな。今まだおとなしい感じでしたけど、こういうところで例えばこういう風に上がってますよね。で最後は落ちていいので、これがもっとこういう風になると大胆な感じになります。この開きが大きければ大きいほど大胆な感じでね出ていきますよね。そうでこの跳ねるとは言わないですけど、こう抜いた先、ここの先にのっていうのはやってきますので、こうのですね、の中にある、中という字が来ました。中はこれもこう下からこういう風に、あさっき中の話しましたね、中学の中、こちらにほら来てますね。中に、あ出ました、中のさっきのこれと一緒ですね。映ってる、映んなくなっちゃう。こうして中っていう字もやっぱり下長くなっちゃうじゃないですか。そうすると下が入らなくなるでしょ。そういう時に使われるのはこうに来たら2が上にちょっとこういう感じね、テロンにある、あーる、よかった入って、遺伝子、そう漢字はね大きくていいんですが、遺伝子か、遺伝子の E はそんな難しくないかな。まあ真ん中、これそうそうそう、端にね行かないように真ん中こうありますよね。こうあって、書き出しの位置は右ではないです。真ん中に近くていいので、こういう風に中と同じように一画目ちょっと大きめにしておいて、こういう風にするとかっこいいですね。あ間違った、1,2,3 あれ書き順こっちですね。こうして 1,2,3,4 でこう、そう、あちょっと楷書っぽく書いちゃったな、まあいいか、ちょっともうちょっと行書っぽく書こうか、気になっちゃうね。ここから、いきますね。1,2,3 こうです。でここ、こういう丸みがね欲しいところ、丸くしておいてキュッキュッと、で1,2,3つなげる時の基本としてはこういうところ、ここに横が1,2,3ってありますよね。これ書くとき1は1でいいです。2と3をつなげます。そして最後ここで
平行を崩すように書きたいんですよ。平行を崩すってわかりますかね。中学生だからわかるかな。ここが平行だとして、三画目はグワーンって一気にこう、この崩し方をね、こう横の横画が多いものにこうやって使うんですけど、そうするその時にこちらを出してあげるようにするといいです。これだからほら、見るっていう字とかね、1,2,3 ってギュッて持ってきてこうとかね、こういうところいっぱい使えますよね。でそういうところに使うんですよ。これ一つの字を習ったらちょっと分解していろんなところにね、使っちゃえばいいんです。それがまあ応用というか、うん、覚えたことをねやっぱそのままにしとくと忘れるので、使うのがいいんじゃないですかね。さあ、新尿も行書になると一個こうテロンってここがちょっと直線っぽくなるんですよ。それだけでいいです。で次、遺伝子の伝、ここを大きめにしておいて、ややこれは外向きに、こちら向きに行ってますよね。でもう一つ先ほどの貝とか書いた時と同じような平行を崩すような感じ、はい、出てきましたね、ここにもね。あれ、ほらほら、ここここここは上がりたいんですね。こういう字の場合一画目を下げるんですよ。下げます。 1,2 ってきて三画目のこちらで下げといて、テロンとこう来てギュッとしてギュッとしてこちら飛び出すような感じです。でこのライン持ってくる。左はこちらのね、初めの一画目ですね、それに任せておいて、右側がどんどん右にどんどん出ていくみたいな、そんな感じです。で、伝という字は小柄に見えますね、小ぶりです。この子はちょっと小さい感じ、この上の子が存在感はバリバリなので、ここで死ですね。死はまあまあいいかな。こういうところに柔らかさがあるのはやっぱり綺麗だと思います。あ、ここは結構詰まり気味な行になりそうですね。の小さくしましょう。危ないなと思ったらちょっと小さくしといて、入ってる、うん、異常な、異常の意です。はい、田んぼの田、少し柔らかめにギュッと降りてきてください。縦のラインはちょっと短めにしましょう。下閉じる時に出るとおかしいので、おかしいっていうかね、やりにくいんですよ。その下が邪魔になってしまうとね、自分がね書きにくくなっちゃう。でこういう風にして上に行きます。はい、出ました。ちょっと草書に近い上です。こう来といてこうで、これはこっからのこう、あ、こっちの方が簡単ですか、もしかしてね、慣れれば簡単かもしれないですね。今中途半端なとこで止まりましたけど、実際もこういうとこで止まっていいんですよ。字が終わったところで止まると、その次入るとき失敗しやすいんです。こういうとこがうまく出なかったりするので、中途半端でこういうところの方がむしろ字の途中って結構分かりやすいんですよ、自分でも。だからこんな感じで止まって構わないので、何の説明をしようと思ったんだっけな、やばい、ど忘れ異常な、異常なでしょ。あ、思い出した、ここですね、ここ、ここ、これが線になってますよね。本当は口なんですけど、これは口っていうのは、ここに書こうか。口っていうのは草書になるとちょんちょんっていうこの線に変わるんですよ。わかりやすい例でいくと、この加えるっていう字がかに変わるんだよっていう話をいつかしたことがあるかな。すごい下手くそだなこれ。でその時にこのかの右側の棒っていうのは、こう置きといて、あれ、こ
こう置きといて、これがトントンっていう風に変わるんだよって、それから1本になったんだよっていうところですね。そういうのと一緒です。ここは1本になってしまうんですけど、下はね生きてますね、これね、そのまんま。はい、でそれで何の続きからいきましょう。ここちゃんと自分で書いたっていうのを確認してから次に行って、こうですね。なあ、働きが原因入る？働きが原因、すごいギリギリかも。働きという字はあんまり大きく書くとやばそうなので、こうですね。こうね、でもやばい、入らないなとかって思うと人ってやっぱり早くなるんですよね。あえて冷静に書きましょうか。働き、きはこんな感じで遠くへすっと、で、きとかはあんまりねつながりにくいですね。働きが原因、原、あ、これ崩れ、あんま崩れてないですね、この字はね。1、2ぐらいにしときますか。こうしといて、はい、おー、ギリギリになっちゃった。本当はギリギリあんま良くないですからね。先生はね、あ、先生はねとか言って、ここのちっちゃいんですよ、これ。これね、これ参考に一応してるんですけど、小さくてなんかあんまり、あ、小さくないか、なんで見づらいんだろうと思ったら、これあれだ、隣に持ってこれないからですね。そうだ、遺伝子の E がでかかったかな、ちょっと。はい、原因で発生する。はい、でです。で、発生、はい、発生の発はギュッとしてかなり直線的です。こういうところはもうあのふにゃっとしない。ふにゃっとするとね、弱くも見えるし、こうにすることで内側が狭くなっちゃうから、中を広くしたいんですよ。そうするとやっぱりあのふにゃっとできないですよね。1、2、3、4、5、5の向きが変だった、こう、5ですね。で、6、あ、こういうところわかります？さっきの平行が崩す、この角度に対してこの角度で持ってくる。で、こう来てこうですね、下に下ろしといて次の正に行く、こうこうこう、はい、次来ました。これはあの基本なんですけど、あの意外とあれですね。まずこれ縦目、かなり縦目、もうむしろ縦というよりちょっと逆にこっち側に寝かせてもいいぐらいな、そういうあの表現の仕方です。こう来てこうで、ここね、これポイントですね。どっから書く？こうしてこうで、左へ、これこうやって書か、上に行くんじゃなくて横へ出るようにして、横へ出てあげてグワンってきて、逆に右側はあまり出さない、出さずに、今度こちらあんま出さずにこちら出る、チグハグしてる感じ。こういう風に左出したら右出ない、左出さないで右出すみたいな、そんな、あ、なんかあれみたいですね、赤上げてみたいな、赤ありますね、ああいう感じ、どっちかです。そう、チグハグします。で、発生、あ、これはだからあれですよ、王様の王とか全部そうですよ、こういうの使われてるところね。する、発生のせい、こう書き終わりました。で、こうです、する、で、すからるはね、よくね、もう書きやすいと思います。ここはストンってこう来るだけだ。はい、こんな感じで
じゃあ中学、中学これ1画目を大きくしていいですよ。大きくしておいてこういうふうに、ここにも平行を崩すがありますね。ここのラインに対してこのラインに持ってくる、こういうのだから、ここが大きければかっこいいんですよ。大きくしといてこう来てギュッと上で、また上上がっといてこういう風にするで、ほらね、こっちが広くなって狭くなって、でまたこういう三角形ラインが、で3です。あ、いけない、1、こう明確にしときましょうね。ついついやっちゃうんですけど、1、2、3 ね、っていうことです。2個目3個目をつなげる意識をいつも持っといてください。はい、早く書けるとね、いいことはたくさんあります。なのでちょっとずつ早書きのテクニックとして取り入れられると、今後ね、勉強でも仕事でも役に立ちます。頑張ってください。失礼します。